これ以上あなたたちがこの神聖な場にいることはネレ神が許しません。何言ってんだって、はあ、もう話通じねえよ。これ以上は言葉の無駄です。ぶん殴って黙らせましょう。おお、いいよハン様、賛成だ。テンション上がりますね。だね。お、脱ぎます。さあ流魚です。行くぜブライスあなたたちにネレ神の罰と救済を。また変なこと言ってるお前も脱いでみろ。胸毛があるだろうお前には。さあ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 、ハオじゃねえよ弱えな。はい、何、わお、パレカナス戦闘員。まずはパレカナス戦闘員ってことね。行くぜ。何、まあ楽勝ですよこんぐらい。私の可愛い子供たちよ、今こそ聖戦の時です。聖戦なのこれが聖戦と呼ばれるんだ。歴史に名を刻むぜディバインショット。よし、数減らさんとね。イガソイング、よし、浄化の祈り。怪しい動きどうしたもういいぞお前そういうの別に求めてないし。よし、ちょっとつだな。よいしょ、浄化。いやいや、ただの手榴弾やないかい浄化ってただの手榴弾ダサすぎる。なんかいい技、お色気落とし。さあ行くわよ。せい。さあ煩悩に勝てるかパレカナ神社勝てませんでした。残念だよ。表レンゲ、これブライスにも絶対やってやろうオッケー。しかも魅了されてるし。さあ行くぜハンサムアタック。よし、アウト。桜竜防御力低下。トリプルコサージュ。こいつ攻撃できへんから。オッケー。ハン様、ハン様終わりです。最後何で決めましょうかね。ハン様バースデーですかね。ハッピーバースデーどうだ、もう終わりか。おお、バラクーダ。え、あれから精鋭部隊ただ銃持っただけじゃん。犠牲だけで何でも解決できると思わないことです。何言ってんだって道具じゃんこれ。道具って言うんだよ。あーごめん間違った。まあいいか別に。オッケーオッケー。イガスイング4人やるか。来いよ来いよ、ほらよ。いや招集合図。招集する前に全員やっちゃうぞ。あれかな、狂信者だろ。猪突で3人行くか。一番奥かこれ。黙らせてやるぜ。いやー、意外とやれなかったりした。強信者召喚。一人だけかーい。レレの導きただ無駄なマイトじゃないかーいや、えぐいな今のやつ。一旦回復入れます。ウェルカムドリンク。こんな時でもカクテル飲めるんだから余裕ですよディバインショットでやれるかな。2人やるか。ディバインショット OK。 あと2人連携攻撃。ハン様攻撃終わり。どうだ精部隊、どうかお導きを。終わった。ブライス結局10じゃねえか。茶番は終わりだ。イエスブライスフェアチャイルド。よし、役立たずどもめそのくだらん命を私のために使え。何言ってんだってブライス様何言ってんだろうなって思わないのかな強信者。行きますよ。てかブライスしかもう残んないよな最終的には。ほらどうした。ほら全然当たんない。はいどめい、はいどめいはーい、さよなら。ほいよ。痛いよね。影はどこまでもあなたを追い詰める。おう、かっこいい。よし、ではまず行ってみましょう。朝クーラー。どうせだし3000やっとく。お金あるしね。まあまあそんな使わなくてもいいか多分2000でもやれるぐらいなレベルだと思うけど。こいつだ。はいはいバリバリハンプレス。こんなところにもやってきてくれるよ朝倉さん。朝倉よっしゃ行きた。おうあおああおりゃそりゃ路上の伝説。さすがだな。当たり前だろ当たり前だろ。オッケーおーす。あとは代表だけ。どうしたブライス。絆の技友情の極み。俺たちの絆だ。見せてやるよ。来いよ裸の王様。拳銃ライダーキックバット攻撃。オッケー調子出てきましたね。ほらだいぶ痛そうだけど大丈夫。もうこっからリンチですからね言っとくけど。あお色気いっとこうか。参ります。さあ煩悩に勝てるかブライスよ打ち勝ってくれよ煩悩に。お色気落としの極み。素晴らしいじゃねえよキモいキモいしっかりキモい。表レンゲいやめちゃめちゃキモかったなブライスちょっと思ったよりキモかったね。バースデーバースデーババババースデー。おらハージバレットただ打ってるだけ。ただ打ってるだけの人。ハウンド行くか。ハウンド、あれこれなんだこれ俺パウンド やろうと思ったんだけど、なんか違うやつになったな。まあいいでしょう。お色気落としやったから無限切りとか言ってみるか。はい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 、おっしゃー、5回ぐらい今やれたね。攻めますよ。ヒーロリングショットすらしちゃった。よし、ランブ、ほら、うい、ケイ、ビビり、ビビっちゃってんのブライスくん、かわいそうに。ケイオラッシュ、桜竜、奥義、1300。いくわよ。これは分身切りで終わりか、終わらないか、まだ。分身。すい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 。2000。いくぜ。ヒリングショットいくか。もう一丁いくぜ。終わりだ。バカ。ヘイ。お前自身は弱いからな。うわっ。あださん後ろにいた。ゴミだもめだ。この生意気な小僧めが。でも今ビビってんだよねこの人。かわいそうに。KO ラッシュ終わりだ。大きい終わり。終わった、やったぜ。終わりだぜブライス。この処理場なんてお世辞にも言えねえゴミ捨て場の実情を政権に公表させてもらう。その程度でこの計画が頓挫するとでも思っているのか。思ってます。はあ、このビジネスは世界各国の核廃棄物を排出する国々との提携で成り立っている。ここでの不祥事はすなわち各国政府の失態だ。そんなことを連中が許すはずがないだろう。こう言えばわかるか。私には各国政府という強大なケツ持ちがいるということだ。別にお前じゃなくてもいいんだよ。なんだよ、ここまで来て無駄骨だってのか。別にお前じゃなくても他の人でもできるよ。これそのケツ持ちの一つが裏切るみたいよ。お？え？日本か？ちーちゃん？ちーちゃん？ちーちゃん？タタラチャンネル行くか。はい、皆さんどうもこんにちは。あ、いや、日本は今こんばんはかな。すげえ。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。すげえ。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん。このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。まだチャンネルにアクセスできるんだな。ネットで拡散しようがこちらのバックにはそれをもみ消すだけの力がある。その声も入ってますけど、確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さんこれ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのまんまで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに核のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。しかもあそこにいるのはほらうなぎおじさんです。皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体パレかなでしたっけ、あれの代表さんじゃないですか。あれどうしたんですか？ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか？おい、どうしたブライス。沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では別の方からコメントいただきましょうか。お、何？ちーちゃん、誰か呼んだか。もしもーし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ。よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。あれ？富士宮グループの会長を務めております。ちーちゃんのお父ちゃん。富士宮ってちーちゃんの、なんと富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。すげえよ。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません。ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね。はい、当グループ参加の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では藤宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？全く遺憾でございます。信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば関係各所へしかるべき対応を行います。本件の重要な関係者として富士宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか？おい、ちーちゃん。それは当然のことです。私自身もしかるべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか？無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。どうしましたブライスさん？千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。自爆みてえなもんじゃねえか。私も少しは役に立たなきゃね。ちーちゃん、日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。説得はできたってことか。やるねちーちゃん。そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？もう一つ？うん。映ってるねちーちゃん。ちーちゃん映っちゃった。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。リアルな子がこんな可愛いとね、びっくりよね。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。俺、エイちゃん？タタラチャンネルは、私、富士宮千歳は、数年前から一部の方々を対象に、事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして皆さんと多大なご迷惑をおかけした方々にお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。ちーちゃん偉すぎるよこの子。ちーちゃんありがとうね一番。一番があの時家出しようって言ってくれたから、逃げてもいいんだって言ってくれたから、私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも自分のことからも。かっこいい。すげえなちーちゃんは。でしょ。ブライス、これでてめえも終わりだい。今さらジタバタすんじゃねえぞ。バカがじゃねえよ、お前がバカだろ。バカがと言ったんだ。貴様らはこれでいいことをしたつもりか。いいこと？逆だ。この計画は世界中から求められていたことなのだ。もちろん日本からもだ。核のゴミという厄介者を世界中から引き取り葬り去る。葬ってねえじゃねえか。この偏僻な島一つを犠牲にしてな。誰もが心の奥では願っていたことを私が叶えてやったのだ。必要悪としてな。勝手抜かすなこの野郎。計画が頓挫して行き詰まるのは私じゃない。原発の恩恵に預かっておきながらそのリスクは背負わない身勝手なお前ら全てだ。これから先私という必要悪がいなくなった世界でお前たちがこの現実とどう向き合うのか見ものだよ。心配すんなブライス。人間はそんなやわじゃねえ。どんなしんどい状況でもその中でなんとかやってくもんさ。どうだかな。私は空の上から。空の上に行けると思うな。いや、この地の底から見物させてもらおう。バイチャーイ。おっぽう。一番。てめえに知られちゃ困るんだよ。何のつもりだ。この汚れた地の底に沈まれたら簡単に死体を引き上げることすらできねえ。このドラム缶を全て引き上げるまで死んだお前に睨まれてたら気分悪いだろうが。俺はな約束しちまったんだよ。死んでちゃんちゃんなんてな認めねえ。てめえみてえなクズをかっこよく死なせるわけにはいかねえんだよ。このボケがよくやった一番大丈夫か。いいぞブライス・フェアチャイルド。おおよくやったあだっちゃん。そのおかげでもうお前に逃げ場はねえ。俺がきっちり警察に突き出してやるよ。俺たちの仕事は終わったなカズが。おおいやまだ終わりじゃねえ。まだか。日本政府との会合か。お俺、桐生ちゃん編行くな。桐生ちゃん編俺らも負けてらんないね。ああ、あいつらの戦いと千歳の覚悟に俺たちも応えねえとな。うん、あんなの見せられたら私たちもやるっきゃないよね。そうね。おいよ、こっちも燃えてきたぜ。それにやっぱ一番はやるときゃやる男だな。何その顔。俺たかなんでもねえよ。俺直したかやる気でな。だがあまり前のめりになりすぎるなよ。だね。じゃあ行きますね、桐生さん。ああ、よし行こう。